こんにちは。動画作りをサポートしておりますコラボズの江川です。さて本日は2022年9月1日ということで、私にとっては大変特別な日です。というのも今から2年前の2020年9月1日からこのチャンネルがスタートしました。毎日投稿というのを続けておりまして、1年間はですね1日5本ずつというのをやりまして、延べ1500本以上の動画を1年間で作りました。そして今現在は1993本ということで、あともう少しで2000本という形になっております。でこのチャンネル作った時っていうのはね、本当にニッチすぎるし怖すぎるのでほとんどの方見ないだろうなというふうに思ってたんですけど、2年続けるとなんと251人の方がチャンネル登録していただいております。またアナリティクスで詳しく見ていくと、45歳から55歳、このゾーンが多くて、なんと7割以上の男性の方が見ていただいているということで、もう僕のだいたい年代からいくともうドストライクなところであります。で中にはですね、私と同じように、授業されてて、動画を使って、自分の商品サービスとか自分自身をアピールするために、知ってもらうために、情報発信されている方もおられたり、ひとしたらまだちょっとチャンネルはあるけど動画全然、アップしてないよっていう方も多いのかなっていうには感じております。そんな中で、これから3年目を迎えるわけなんですけど、これからのね目標といたしましては、このチャンネルは、2年前と作った時のコンセプトと全く変わりなくて、事業者のための YouTuber ではなくてビジネス YouTuber、 要は短時間でできるだけストレスなくスマートフォンを使って、特に iPhone を使って動画発信できるっていうことをどんどん伝えていくっていうこと、そしてそういったことに関心を持っている方が私の周りでも多くなってきたので、そういったところをどんどん普及してですね、自社のビジネスにつなげるための動画の発信方法というのをつなげて、広めていきたいなというふうに思っております。で、今現在は、iPhone 使って3時間あれば動画の作り方、全く作ったことがない方が一回受けていただくと作り方がわかるという体験動画講座っていうのもやってますし、企業の方にですね訪問動画講座っていうことで5回行って、その会社のどういう発信をしていいのかっていうところのねコンセプト決めから YouTube チャンネルの作り方から動画の作り方、発信の仕方、そういったところまで全部網羅してお伝えするっていうようなこともやっております。でこれからはですね、スマホジンバル OM シリーズ、オズモモバイルとも前は言ってますけども、これから OM シリーズでなると思うんですが、そういったものの撮影方法ね、そういったところに力を入れて、今後はやっていきたいというふうに思っております。動画やるってなかなかねストレス溜まるところもあると思うんですけど、それをいかにストレスなくすかっていうようなところも私たちが提供できることなのかなっていうふうに思っております。はい、ということで今日から3年目、ますますいろんな価値ある情報っていうのを提供していきたいなというふうに思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。